オーグマザアルファー星は、オーグマザの構成で二等星。北と七星を形作る構成の一つでもある。ベータ星と共に、指極星として用いられる。この星とベータ星とを結んだ線分を、アルファー星の方向へ伸ばすと、北極星へ、ベータ星の方向へ伸ばすとレグルスへと導かれる。四つの星からなる連星系で、黄色巨星で二等星の A 星と白色の五等星の、 B 星とは 23AU 離れた距離を44年かけて周回している。また、その400倍離れたところにもう一つの晩星があり、これも、また連星系を成している。北斗七星の七つの星のうち、イータ星とこの星以外の五つの星は、オーグマザ運動星団に属している。学名は、アルファー、アーシーメイジェウリス。固有名、ドゥベー、デューバー、ドゥーベーとも表記されるわ。 アラビア語で、クマを意味するあるダブに由来している。古くは、イダブと綴られたものが、イ、e、ーが、後頭から語尾に移動してしまい、デュバとなったとされる。2016年6月30日に、国際天文学連合の構成の命名に関する、ワーキンググループは、デュバを、オーグマザアルファー製への固有名として、正式に承認した。中国における故障は、式、転換書など、 聖死の天文史では、天クルル、等の密教経典、仏説北斗七世延命行では、オカ狼である。ありがとうございます。